タンジェロはタンジェリンとポメロまたはグレープフルーツが交雑した柑橘類でタンジェロ類の一つであるハニーベルとしても知られる大人の握りこぶしほどの大きさでタンジェリンの味だが果汁を非常に多く含むそのままではあまり食べられずジュースに加工することが多い皮は緩くオレンジよりも剥きやすい果実の上部にコブがあることでオレンジと容易に見分けられる オーランドタンジェロは、ダンカングレープフルーツとダンシータンジェリンの交雑種で、ある。オーランドタンジェロは早熟であり、果肉はみずみずしく、マイルドで、甘い香りや、平たく大きい形が特徴である。カリフォルニア州やアリゾナ州のタンジェロは、ややゴツゴツしていて、中身も、外皮の色も上質である。種子は、非常に少なく、果皮は硬い。 11月中旬から2月初め頃に収穫される。アメリカ合衆国農務省のウォルターテニソンスウィングルが1911年に作出したと記録され、当初はレイクタンジェロという名前で知られていた。この品種の木は大きくなり、カップのような葉の形が特徴である。また、寒さに対して耐性があるのも特徴である。ミネオラは、ダンカングレープフルーツとダンシータンジェリンの交雑種で、 1931年にオーランドにあるアメリカ合衆国農務省のホーティカルチャールリサーチステーションで開発された。名前はフロリダ州ミネオラにちなんでいる。茎の先にベルの形の果実がつくのが特徴であり、贈答用としてはハニーベルと呼ばれる。果実は外周球から9.5インチとかなり大きく成熟した花火比の色は明るい赤みがかった大色である。 は、比較的、薄く、簡単に剥ける。自家受粉はあまり行われず、花粉源となる、テンプルタンゴール、サンバーストタンジェリン、フォルグロタンジェリン等と一緒に植えることで、収穫量が増える。また、各年で収穫量が多くなる。12月から2月頃に収穫され、1月がピークとなる。ミネオラの断面図、ミネオラグレープフルーツとは異なり、スタジンと、 相互作用することはないという研究結果がある。タンジェロにはフラノクマリンがほとんど含まれていないため、いくつかの反応は一時的である。ありがとうございます。